筑波未来市、狸淵茨城県道502号鳥出上層、自転車道線は、茨城県鳥出市から、上層市までを結ぶ県道である。別名、湖海川自転車道とも呼ばれる。鳥出市小文館から、上層市、荒井木町まで主に、利根川支流の湖海川の堤防上に整備された、自転車道。区間は、 都大橋から踏まき橋、古海橋23、西京マイナス島、豊橋、柔大橋、山と京北交差点の計画延長2 9 5トルで、稲豊橋と柔大橋を渡って古海川の上岸と左岸を行き来する。このうち整備共用済み区間は、鳥出市宮、和田筑波未来市杉下と上層市の終点付近を合わせた計2 2 8トルであり、 残存区間6 2トルについては1991年から整備が休止されている1979年9月3日、茨城県は起点を取り出し終点を三つ街道市して整備する自転車道を県道取出三つ街道自転車道線として路線認定する。以来、道路整備が進められ取手しぐ和田上総市荒井木町の区間が随時部分、開通されてきた。 2006年、平成の大合併により自治体名の変更に伴い、路線名を、県道取出上層自転車道線に改称している。一般県道取出三街道自転車道線。自転車活用のまちづくり大規模自転車道、関東。国土交通省道路局。2015年6月24日閲覧。AB、県道認定の告示、茨城県法号外。 第255号 PQABCD 茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在道路の区域の決定自転車及び歩行者の一般交通のように供する道路部分の指定茨城県法第7179号ピアニッシモ3から4道路の共用の開始昭和59年4月2日 茨城県国事第510号、茨城県法第7232号、P5、自転車歩行者道の専用指定、茨城県法第7292号、P4、道路の共用の開始、茨城県法第7296号、P9、道路の共用開始、茨城県法第7471号、P6、 道路の区域の決定、自転車歩行者専用道路の指定、道路の共用の開始茨城県法、第213号2月4日より、大規模自転車道の整備状況、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、8から12。道路の区域の変更、茨城県法、第1153号、P8。 道路の区域の変更、茨城県法、第百5 4 5号、P4。県道の路線名の変更、茨城県法、第百7 5 8号、P19。ありがとうございます。